Connected Automation.本日はアイガス2022こもりブースにご来場いただきまして誠にありがとうございます。おかげさまをもちまして来年こもりは100周年を迎えることができます。ありがとうございます。さて、印刷業界の抱える大きな悩みである労働人口の大幅な縮小、それに対し早急な省力、省人、無人化が求められています。その課題に対応すべく、今回私たちこもりは製造全体の DX、 そしてエコトレンドを皆様にご提案いたします。こもり製品のコンセプトはヒューマン&ロボットフレンドリー。環境課題を解決しながら誰がやっても同じパフォーマンスが発揮できるシステム、製品、サービスをアイガス会場にスマートファクトリーとして表現しました。これよりスタートするデモンストレーションで詳しくご紹介いたします。スマートファクトリーを作るのに欠かせないのはコネクティッドオートメーション、生産革新への扉。 IoT 技術を活用した KP コネクトプロが生産の数値化標準化と ROI の最大化を達成しつつ、お客様の DX を実現いたします。 KP コネクトプロによる見える化、工程の連結と整流化、高精度全数検査など見どころ満載です。それではこれより極限まで自動化された印刷機と後加工のコネクティッドオートメーションをご覧いただきましょう。デモンストレーションは2部構成となっておりまして、一部が印刷と搬送のオートメーション、2部が断裁、折り、中閉じの工程間連携をご紹介いたします。一部では皆様の正面、こちらが A 全般反転機構付きオフセット印刷機リスロン G37P アドバンスです。これより32ページの冊子の仕事をこちら A 柄500枚と B 柄500枚を印刷していきます。2部では MBO K80 による折り、共同ロボットコボスタックによるパレタイジング、そして富士フィルム様の協力によりコーナー HSB9000 による中閉じの連携をご紹介いたします。リスロン G37P には印刷工程の自動化を推進し高生産性を実現するプレスオートメーション、オートパイロット、パラレルメイクレディが搭載されています。プレスオートメーションは KP コネクトからのジョブ情報を印刷機に自動プリセットし、連続ジョブが自動で行われるオフセット印刷機のメイクレディ作業自動化です。オートパイロットは色調検討に関してはあちらの 4K カメラ搭載の PQA の情報をもとに自動調整し本生産がスタートしますので、オペレーターは試し釣り調整は必要ありませんし、インラインで PDF 照合を行います。もう一つ、パラレルメイクレディというテクノロジーも搭載されています。これは次のジョブへの切り替え、ブラン洗浄、反交換、インキ設定を同時に行うことができ、圧倒的な省力化を実現いたします。この3つの最新テクノロジーにより2つのジョブはおよそ8分で終了する予定です。ではこれより私がスタートボタンを押させてもらいましょう。ではスタートボタンを押させていただきます。はい、スタートをかけました。立ち上がりからあっという間に OK 濃度、検討が自動調整されている様子が KID モニターに表示されます。皆様どうぞ KID モニターにご注目くださいませ。モニターの左下の3つの印、 OK になると緑色になります。
印刷最高速1万5000回転で本生産がスタートします。上は8ユニットそれぞれのキーごとの濃度表示で自動補正がされています。下の線グラフは平均濃度のトレンドグラフが表示されています。検討の情報は右側にマークが映し出されていますが、グリーンが OK マークを意味し、自動的に検討をフィードバックしていきます。ここでコンピューターグラフィックスで現在行われている内部の映像を合わせてご覧いただきます。こちら新製品ビスロン G37P 発色反転機は先すり面4色すって HUVL で乾燥、反転した後上がり面4色すって HUVL で乾燥して出てきます。オペレーターさん、オートパイロットを使っているので試し刷りを抜くことはないと思いますが、お客様に絵柄 HUVL による乾燥性能をお見せしたいので1枚お願いいたします。ありがとうございます。こちらがファーストジョブ A416 ページのサンプルです。ご覧の通り両面きれいに印刷されています。それでは HUVL による乾燥チェックいたします。はい、このようにこすっても完全に乾いたものが出てきます。梅津さん、ありがとうございました。ビスロン G37P アドバンスはファーストジョブを終了させ、次のジョブへの切り替えに入りました。切り替えから本刷りまで約3分です。パラレルメイクレディによりブラン洗浄と半交換、プレインキングの3つの切り替え工程を同時に行います。メイクレディタイムの大幅削減を図れるだけでなく、重労働だった切り替え作業において最大限労働負荷を減らすヒューマンフレンドリーです。ただいま全色同時半交換 AAPC により半の交換が行われています。どうぞ皆様その様子にご注目くださいませ。全色同時半交換 AAPC により半の交換が終了すると、セカンドジョブが自動で立ち上がります。オートパイロットで立ち上げる際の新機能としてインライン PDF 照合があります。従来機械を止めてオペレーションスタンドで作業していた鍵盤作業をインラインで自動で行います。機械を止めることなく鍵盤するので真の自動運転が可能となり、オペレーターのチェック負荷を低減することができます。本日使用している環境負荷低減された富士フィルム様のスーペリア ZX のような無処理プレートもオペレーターが鍵盤する必要がありません。ぜひ立ち上がりにご注目ください。さあ、オートパイロットにより次の印刷が自動で始まります。 KID インフォディスプレイのライブ映像をご確認ください。
モニターの左下の3つの印、 OK になると緑色になりました。印刷最高速1万5000回転で本生産がスタートします。上は8ユニットそれぞれのキーごとの濃度表示で自動補正がされています。下の線グラフは平均濃度のトレンドグラフが表示されています。およそ100枚であっという間に OK シートになりました。ここで1万5000回転のデリバリー映像をライブでご確認いただきながら、抜群の紙揃えをご確認ください。まもなく本生産が終了いたしますが、ここですでにリスロン G37P を導入された株式会社スマートグラフィックス様の声をお聞きください。費用対効果を一番に実際検討した結果、小森さんの機械が一番費用対効果として良いだろうと。印刷機械ですけども、おおよそですね 30% ぐらいしか稼働していないのではないのかなと思います。そういう意味で言うと 50% 以上を超える稼働率があればですね、日本の印刷機の中においてはですね、未知の世界の稼働率ではないのかなと思いますが、目指すはそこの 50% というところだと思いますけど。稼働率が 50% を超える実力をリスロン G37P アドバンスは持っているのです。ではここで進捗モニターで切り替え時間をご確認ください。1分16秒で切り替えが終了いたしました。そして7分57秒で2つのジョブが終了いたしました。そしてリスロン G37P のセカンドジョブも終了し、これより後加工に入っていきます。まずご注目いただきたいのは自動搬送システムです。 KP コネクト連携された AGV が自動的にデリバリーに紙を取りに来て、皆様の左手ポストプレスゾーンに運んでいきます。 KP コネクトによる工程間連携についてはこの後第2部でご紹介していきます。ここでは AGV が自動でデリバリーの紙を受けて、ポストプレスゾーンの断裁機アプリシア CTX の前に下ろし、MB を K80 への搬送する様子をご確認いただければと思います。ではここで小森の物流オートメーションについて少しご紹介いたします。まずは KP コネクトプロの画面が出てきました。この画面の見方としましては、印刷、断裁、織り、製本という一つ一つのジョブがすべて表示されています。黄色はまだ着手していないジョブ、実行すると緑に変わり、終わると青に変わります。青になると終了したという信号が KP コネクトプロから AGV に送られ、取りに行くという流れになっています。今回はファーストジョブの A4 16ページが終わった後、 AGV に電気信号を出すように組んでおりますので、すでに AGV は信号を受けてリスロン G37P アドバンスのデリバリーに動き出しているというわけです。カメラは AGV が印刷済みのすり物を撮る様子を映しておりますので、どうぞ皆様映像にてもご確認くださいませ。
ただいまカメラは AGV が癌細菌アプリシア CTX の前にすり物を置く様子を映しております。後ろの方のお席のお客様もどうぞ映像にてご確認くださいませ。AGV が癌細菌アプリシア CTX の前にすり物を置きました。続いて今度はその隣にあるパレットを持ち上げます。AGV がパレットを持ち上げました。続いて今度は MB を K80 への搬送する様子をご確認いただければと思います。AGV がパレットを折り機 MBO K80 のフィーダーに下ろしました。こうした KP コネクト連携による物流オートメーションがヒューマン&ロボットフレンドリーな生産環境を作ってくれるのです。そしてAGV により印刷物がポストプレスゾーンに運ばれました。この後5分後から第2部として小森グループ MBO の織機 K80 で織り、その後富士フィルム様の HSB9000 で中閉じを行い製品に仕上げる工程間連携をご紹介いたします。デモンストレーションスタートまで少々お待ちください。